ナミさん、届いてました。さっきね、黒猫ヤマトさんが玄関に来ましたんで、ちょっと行ってみるとね、これ、いや、へぎそばじゃないですか。むちゃくちゃ嬉しいです。また送っていただきまして、ありがとうございます。いや、このへぎそばね、新潟の出身の方とか、新潟にいる方に、へぎそばって美味しいですよねっていうことが結構増えたんですけども、なんかね、何それ、へぎそば？え、よく知らないっていう風な反応がちょこちょこ出てくるんですよ。だから地元の名産って割とその土地に住んでる人が知らないケースってのはあるかなっていうのの、まあ一つの例ですね。まあでもね、このへぎそば、新潟に行った時も食べさせてもらいました。その後ナミさんにも送っていただいたことがあります。いやでも美味しい。やっぱりね、夏はこのへぎそばでツルツルっと行きたいですよね。それじゃあ、今回も送っていただきましてありがとうございました。今後もいろいろとよろしくお願いします。どうもありがとうございます。早速いただきます。